ここは部落、差別拡散、動画や個人情報を次々。ブラックマップ、私が作った本人です。解放同盟集会の最前列で名乗り出た男。いや、あのね、僕西日本新聞に謝らないといけない。僕西日本新聞に見くびってました。今も僕の中ではね、西日本新聞があらゆる新聞の中でトップに躍り出てますね。朝日新聞なんかね、あれだけ取材来たのに、ね、ほとんど載せなかったんですよ。でも西日本新聞ね、やっぱがっつりやりましたね。さすがだと思います。もうなんか全国紙が完全にね、地方新聞に負けてしまいましたね。あのね、ほらもうちゃんとね、ブラック田んぼ神奈川県人権ケアセンターというカラーでね、ちゃんとこの写真も出てるわけですよ。すごいでしょ。ただ残念なのは、アクセスランキングが載ってないんですよね。やっぱり、ブラック関係の記事ってやっぱね、アクセス取れないんでしょうね。だから、この動画見た人、ぜひね、西日本新聞アクセスしてください。アクセスランキング上げましょう。で、内容についてはね、いろいろコメントしたいところもあるんだけども、まあ、まだね、2回目なんでね、これが、まあ、13回やるのかな。とにかくどんどんやっていくと思うんで、それ、ちゃんと読んでからね、内容についてはコメントをしたいと思うんですよね。とりあえず、今、一発目はこの、神奈川県人権ケアセンターチャンネル、本チャンネルについて紹介されているわけですね。2発目は鳥取県の東和地区ですね。ただ取材に答えているのはやっぱね、解放同盟関係というか、例のね、全国部落調査の裁判に出てる人ですね。なんか100人の部落出身者から聞いたとか言ってるけどね。でもね、神奈川県人権ケアセンターはね、もう100人どころかね、200以上の部落を担保しているので、まあ、その部分ではまあうちの方が勝ちなんだけども、でもね、こうやってね、ちゃんとこの主流のメディアにね、出たっていうのはすごいと思うし、やっぱこれを出したね、西日本新聞の心意気にね、私はね、感謝したいと思います。ぜひね、皆さん西日本新聞を応援しましょうよ。もう他の新聞社は本当にね、だからこのね、宣伝になるからとかね、そういうせこい理由でこういうの出さなかったんですよね。でもね、その宣伝とかそんなものはね、いや、それはメディアに取り上げるんだから、それいろんな人が目にするのは当然でしょうと。そんなことより、やっぱね、この問題について真正面から議論するんだっていうね、心意気を西日本新聞社は見せたと思うんですね。だからぜひこれに倣ってね、朝日新聞もね、後に続くべきですよ。あと共同通信もね、もう地方紙にね、負けてるようじゃダメですよね。ということでね、こう西日本新聞、皆さん応援してあげてください。もうとにかくね、アクセスランキングに乗るようにアクセスしましょう。もういずれね、こうヤフーの、ね、トップにも乗るぐらいの勢いでやっていければと思いますので。ということで、皆さん、こういう記事が出てるという紹介でした。